ジェフリー・ロバート・ホフマンは、アメリカ合衆国ニューヨーク州オールバニウン、レイサム出身のプロ野球選手。ウトウミギウチ、MLB のシンシナティレッツ所属。2014年の MLB ドラフト一巡目で、トロントブルージェイズから指名され、プロ入り。この年は、ドラフト直前の5月に、 トミー・ジョン手術を受けていた影響もあり、登板はなかった。2015年はリハビリを経て、5月20日に、参加の A 級ダニーデン・ブルージェイズでプロデビュー。この試合でいきなり99マイルパーアワーの速球を披露した。その後、7月には A 級ニューハンプシャー・フィッシャー・キャッツへ昇格した。2015年7月28日に、トロイ・トロイツキー。 ラトロイ・ホーキンスとのトレードで、ホセルエース、ミゲル・カストロ、ヘス・スティノコと共に、コロラド・ロッキーズへ移籍した。移籍後は、参加の AA 級ニューブリテンロック・キャッツでプレーし、移籍前を含めて3球団合計で20試合に、先発登板して5勝5敗、防御率3.03、75奪三振を記録した。2016年は、開幕から、 トリプル A 級アルバカーキアイソトープスでプレイし、22試合に先発登板して6勝9敗、防御率4.02、124奪三振を記録した。また、7月にはオールスターフューチャーズゲームに選出された。8月20日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。同日のシカゴカブス戦で先発してメジャー初登板したが、4回7失点で、 敗戦投手となった。この年メジャーでは8試合に登板して0勝4敗、防御率4.88、22奪三振を記録した。2017年は23試合に登板して6勝5敗、防御率5.89、82奪三振を記録した。2018年は6試合に登板して、防御率9.35、5奪三振を記録した。 2019年は15試合に先発登板して2勝6敗、防御率6.56、68奪三振を記録した。2020年は16試合に登板して2勝1敗、1セーブ、防御率9.28、20奪三振を記録した。2020年11月25日に、ロバート・スティーブンソン、 ジェームソン・ハンナとのトレードでケース・ウィリアムズと共にシンシナ・ティレッツへ移籍した。ツーシーム主体の投球でロッキーズ時代は打者天国の本拠地、クアーズ・フィールド向きと言われていた。ありがとうございます。